体格4番なら四時半までありますよ。あ、カイトの刑違う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 、めっちゃおもろい。じゃあカイト君頑張って、うん、頑張ってね。カイトの刑だったらめっちゃおもろいよ。6番はちょっと見れないわ、時間がでっか。カイト君後で、はい、また後でね。じゃあ、どうせいる。いるか。いる。あ、今いる。で、カイト君のバッターちょっと動画送ってる。あ、ホームラン、ホームラン撮った。打順大丈夫ね、打順。カラブね、福ちゃんが。福ちゃんがいないから。9番だね。はい。あれ誰だっけ、あっちゃん。あっちゃんじゃねえわ。あっちゃんだ。2個持ってる。あ、2個ある。左と右をさ、並べたんだ。ずら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 って。めっちゃうまいやん、セカンド。うますぎてビビった。じゃあうちのあやねも連れてくるんです。おいっ子女の子なんだけど、藤田太陽にいい筋してるねって。デーブをここの時刻とかに出てた。うわ、キャッチャー、お、キャッチャー肩いいぞ、気をつけろ。いや、大丈夫。まあ、走れればいいよ、直美子たちはいいよ。大将とさ、お前さんに言ってんだよ。ほら、ほら、面白いな。盗塁成功率9割ぐらいやろ。何年か前、盗塁王だぞ、俺。楽しいんだよな、警戒されない。おお、いいよ、いいよ。重さしてんの？折れた？ちょっと打順変えるか。何で？1個ずつあげよう。どうした？こんなに出たあっちゃあっちゃだね、これやばいね。あらない。
でダイソー行くか。ダイヤ。カイト満塁だから1、2塁までで、あの間までっていいよ。ちゃダメだよ。右京になれす。これあれだよ。グレーの時に買ったの。そうだよ。で、レッドボックスはレッドソックスと一緒だから。あなた。見てねー。
今のやばい。頼むよ頼むよ。よく見てね、こっちよく見て。